ゆめちょ YouTube チャンネル。こんにちは、皆さん。今日は観葉植物の育て方についてお話しします。観葉植物は熱帯や亜熱帯が原産で、初心者の方でも育てることができます。水やりのコツ、まずは水やりのコツをご紹介します。春から秋は土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えましょう。鉢底から水が流れ出るまで与えると、不要な汚れやゴミも流れ出すことができるんですね。真夏の高温時には、太陽の強い光を避け、水やりは早朝に行う種にダメージを与えずに済みます。そして冬は休眠期間、乾燥気味にして、水の与えすぎによる根腐れに注意してください。肥料の与え方。次は肥料の与え方です。春から秋の生育期には適切な肥料を与えることが重要です。緩効性化成肥料がおすすめです。また、灰色が悪く、元気がない時は速効性の液体肥料を与えても効果的です。冬は生育が止まるため、肥料の与え方にも注意が必要です。日当たりと風通し。観葉植物は日光を好みますが、真夏の直射日光には注意が必要です。長時間の直射日光は葉焼けを引き起こすことがあります。日当たりの良い窓際が理想的ですが、それが難しい場合は、週に何日かは日光の当たる明るい場所へ移動させて、適度な日光浴をさせてあげましょう。風通しも大切です。風通しの良い場所に置くことで、蒸れを防ぎ、病気や害虫の発生を防げますが、エアコンの風に直接当たらないように注意しましょう。置き場所の注意点。最後に置き場所の注意点です。耐陰性がある観葉植物でも日光を好むため、日光のよく当たる部屋で管理します。夏場は直射日光を避けた場所が良いです。冬の置き場所では、エアコンの風に直接当たらないように気をつけましょう。以上が観葉植物の基本的な育て方でした。水やり、肥料、日なたたり、風通し、そして置き場所を適切に調整することで、健康的で美しい観葉植物を育てることができます。いかがでしたか？ぜひこれらのコツを実践して、素敵な観葉植物を育ててみてくださいね。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。